どんな人でやってもやっぱりあったかい家っていうのはすごく、はい、あのいいもんやと思うんで、ね、まあ、確かにそうですね、はい、もう家作りで現場で決まるので、うん、最終的には一番、うん、あのポイントになるかなとは思いますね。皆さんこんにちは、ダン編集委員の石川です。今日はですね、ショートインタビューということで、森下アットホームの森下社長に来ていただいて、どういう経緯で今の仕事されているのかみたいな話を、お伺いしたいなというふうに思います。早速ですけど、あの森下さんとこの会社って、はい、場所はどこにあるんですか？ね、兵庫県 の、はい、あの姫路市、姫路城がね、姫路城なんですけども、はい、まあ、そこで工程やってます、はい。施工範囲ってどの姫路、まあ、兵庫県の南西っていうんですかね、明石から赤穂にかけての、はい、じゃあ神戸っていうよりかは姫路加古川に、加古川中心にされてる感じなんですね、はいはい、あ、なるほど。あと YouTube もいろいろされてて、はい、あのなんか知り合いを見てる人多いんですけども。あ、そうです、ありがとうございます、はい、あの最初にどういう経緯で、はい、まあ、建築学生時代を、あ、いや、僕もともとですね、はいはい、あのひいおじいちゃんの代から大工なんですよ。あ、はいはいはい、ひいじいちゃん、あのじいちゃん親父までが大工大工、はい、でもうそれの、大工のせがれの長男坊 で、はい、まあ、当時ちっちゃな子でもう親父始めてましたので、はい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 、まあ、それの跡取り息子で、はい、まあ、お前も建築経営みたいな、そういう感じですね。で学生の時からもう将来は、まあ、そうですね、あんまりこうあの単純だったんで、お前は跡継ぎって感じだったからまあ何も考えず、はい、工務店系というか、特に住宅系ですね。あ、はい、そうですよね、はい、工務店さんもいろいろ種類あるけど住宅をメインで、あ、もう個人の注文住宅がもうしかない、はい、経験がないぐらいですね、はい、あの卒業して世の中出て、はい、すぐも入られる。あ、いやいや、大学 の建築学校卒業してからは、はい、まあ、大手のハウスメーカーに、入りまして。え、それ、まあ、何をされてたんですか、はい、ハウスメーカーって施工の多かったですね。施工建築系な、何年ぐらいいらっしゃったんですか。なんだ、6年ぐらい大手のハウスメーカーにいましたかね、はい、6年やって、はい、で今ご自身の会社に。そうですね、で父が、まあ、あの工務店をやってて、はいはいはい、まあ、父もその何年か前から縁があって、まあ、ちょっと違う大手のハウスメーカーさんの、はい、まあ、この姫路地区の指定工事店っていうか、その下請けのね、はい、あのもう施工ばっかりや、はい、もう施工だけやってくれっていう感じの、はい、その工務店を、まあ、やってましたね。あ、なるほど。で、まあ、もう忙しいし、はい、まあ、いわゆる、まあ、バブル後期になるのかな、90年代前半、80年代後半、88年9年ぐらい、はい、な頃だったんで、はい、もう帰ってきて手伝えと。ああ、もう忙しくてしょうがないんだと。で来てこうずっとされてるわけですけど、何年ぐらいから代表になられたんですか何歳ぐらいからって言った方がいいのかな、28歳の時にあの、はい、突然親父が死にましてですね。あ、そうなんですね、突然死をしまして、はい、よく分からへんままやらされましたって感じで。あ、じゃあ意外ともう長いですね、社長人生で言うともう30、はい、ではハウスメーカー帰ってきてすぐぐらいの感じなんですか。じゃあ、そうですね、ハウスメーカーか、そうですね、帰ってきて、まあ、約2年は、はい、まあ、一緒に親父と仕事やってましたけども、突然代表し、それすごい大変な話じゃないですか。大変でした、ね、当時はもうね、わけわからなかったですね、はい、当然何もちっちゃな会社で引き継ぎも何もないんでね、はい、まあ、でも突然だったら無理ですよね、はいはい、なるほどなるほど。え、その後あの前お伺いした話だと、はい、こう結構こう頭数をいっぱいやってる時代とか。あ、そうですね、あのハウスメーカーの時も結構な数やらせてもらってたんですけど、はいはい、まあちょっとなんていうんですかね、 だんだんこうハウスメーカーさんもいろんな事情で、はい、あの最初の人間関係でない感じになってきて、はい、だんだんこう面白くなくなってきて、はいはいはい、じゃあ最初に代表されて引き継いだ時は、はい、某ハウスメーカーさんの下請けか、まあ、エリアの施工指定店みたいなのをメインでやられてて、ね、そうですね、もう当時でももう36棟とか年間供給大変やらせてもらって、どんどんこう梅を増やせる的な時代だったんで、もっとやれもっとやれって言われてましたね。あの見てる方で、一般の方で感覚わからないかもしれないですけど、1年間に30棟やろうと思ったら常時何十棟もやってる感じになるんですよね。あ、まあまあそうですね。そうですよね、はい、すごく感覚的にはハウスメーカーさんこう非常にこう短期間で工期をこう詰められるんでね、はいはい、もう忙しかったですね。ちょっと忙しい感じなんですよ、はいはい、である時から自社も
増やしていってみたいな風に。そうですね。でまあその中でもなんとなくやっぱり時代って変わるので、はいはいはい、はい、まあ、バブ、まあ、下請けじゃなくて、いやよく言われる、まあ、脱下請けの部分もちょっと勉強していかんとダメかなっていうんで、はい、まあリフォームの仕事を始めたり、はい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 、それからまあそのハウスメーカーさん、鉄骨系のハウスメーカーさんだったんですけど、もともと木造上がりの会社なので、はいはい、まあ、ちょっと木造事業も やりたいなっていう感じで、はい、こうそろりそろりやってたって感じですかね。30代の時で、靴なんか、いやいや、僕それ木造事業に本格的に出したのって、はい、やっぱ30代後半ぐらいですかね。30代後半ぐらいに、はい、なるほど。え、それって注文住宅みたいな感じ。まあまあそうですね。もう僕は分譲とか土地、まあ、そう、全然わけわからない人なので、はいはいはい、もう家作るしか思わないんで、注文住宅をもう個人の注文住宅ですね、やり出して、はいはい、やっていく感じってことですね。そうですね、はい、今ってすごく高性能な住宅をされてるじゃないですか。そうですね。だから最初はそのハウスメーカーさんとバッティングしても申し訳ないんで、はい、あのこう価格の安い、まあ、いわゆる世間でローコスト住宅っていうジャンルの仕事をやってはい、たんですけど、2007年か8年だと、じゃあそうですね、ぐらいリーマンショックぐらいですよね。それ以降ぐらいからなんかだんだんやっぱりちょっと、はい、なんとなくちょっと変わってきたのかなっていう中で、こう決定的なのはあの松尾先生って方に出会って、はい、あ、なるほどって思うことがあって、そのそこからやっぱり変えていったんですかね。高性能住宅にある時から変えていくきっかけが、その2000、いや、もうそれはだいぶ先です。だからなんだ、2010、まあ、震災のちょっと後ぐらいですよね。そうですね、後ぐらいからです、ね、そうですよね。ローコス住宅時代でもこう、はい、ありがたいことにあのたくさんのお客様に伺っていただいたりしたんですけど、はい、なんかやっぱり世の中の潮目が変わったなって時があって、はいはいはい、でそれでも 何が変わったのかは分からないけど、はい、って模索してた時の、まあ、そのトライアンドエラーやる中の一つの時にたまたまこう松先生にあって、はい、こう、ね、近密高断熱みたいな、近いですよね、松尾さん。明石なんで。そうですよね。で、あの、わけも分からずメールで、あの、感動したんで会ってくださいって言って。それ本当にわけも分からずですね。はい。ほったら多分あの無視されるやろうなと思ったら、はいはい、あに計らずやあの15分ぐらいのレッスンパッと帰ってきて、いいですよっていう。で、いいっすよとか言って、あの、僕も昔から知ってますからって言われて、あ、え、そうなんですね。そうです。松尾先生も昔修行時代姫路のアルコム店さんでね。お仕事されてて、それは結構近所やったんで、はいはい、あ、そうなんですね、はい、で、はいはいはい、僕は意識してませんでしたけど、向こうは認知してたというか、あ、はい、あ、そうなんですか。あれですよね、あの松尾さん設計した物件、はいはい、御社でモデルでしたっけ、実物件、はい、モデルハウスですよね、はい、ありますよね、はい、それってネットかなんか見れば見れるんですか。そうですね、あのうちの今ホームページ叩いていただいたら、はいはいはい、高岡モデルハウスっていうのが松尾先生設計物件なんで、あのダンっていう雑誌のチャンネルなんですけど、はいはい、ダンの雑誌の中でも以前あの特集させて、はい、あの取材させていただいたというふうには、はい、多分あのバックナンバー新建新聞社さんのサイトで売ってますんで、興味のある方はぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですけども、今もともと高性能化に変えていってなんか変化とかってあります。あのお世話はもちろんあると思うんですけども、うん、まあ、やっぱりでも建築みんな好き、建物作るの好きなんで、はいはいはい、あの建物のこう性能とか品質が良くなっていくことに関してはやっぱりこう嬉しいですし、何よりね、やっぱりあの住まれた人ってがあのいいって、 あの、あったかいとか、あ、そうですね、なんかすごい涼しいよとかって言ってもらうと、はいはい、なんかね、やっぱりめちゃくちゃやりがいありますよね。やりがいありますよね。そうですね。特にね、なんかこうあの今までこう冷え性でもう冬はすごく嫌だったけど、もう建ててもらった家になってからも全然それなくなったから、もうすごい快適ですとか、子供全然風邪ひかなくなりましたとかね。確かに確かに、はい、結構一戸建てってそもそもマンションとかと比べると普通に寒いですもんね。そうなんですよね、そもそも寒いんで、案外そのいわゆるまあ大きなマンションの方が、はいはい、あのそこそこね、周りの部屋の暖房伝わってきたりとかで、新築に入って、はい、光熱費増えた、寒い暑いってよくある話ですね。ありますね。特にあのこれまでの家作りってそういうこと多かったですもんね、うん、そうですよね、はい、だから賃貸から戸建てに増えて、え、こんなに光熱費かかんのとか、こんな寒かったっけってなるんですけども、まあ、高性能化すると全然違って、むしろそうですね、あったかかったり、夏のクーラーも28度ぐらいでめちゃくちゃ効きますみたいな普通になりますもんね。そういう
面でやっぱこれからってどんどんそういう家づくりが増えてくるかなというふうに思ってるんで、僕らもこういうチャンネルとか雑誌とかやってる感じなんで、いやもう絶対そうならないとあかんと思います、うん、そうですよね、はい、はい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 、僕もね来年還暦なんで60歳なんですよでもジジイなんでそれまでデブやから寒ない寒いなんか平気やとか言ってたんですけど寒いで嫌ですだんだん身に染みてくる年齢にだからやっぱりどんな人でやってもやっぱりあったかい家っていうのは、はい、すごくいいもんやと思うんですよね、まあ、確かにそうですね、はい、最後に見てる人、まあ、多分森下さんのチャンネル見てる方も見てるかなというふうに思うんですけども、なんかメッセージとかあればこれ、それは、一般の見てる、そうそう一般の方、まあ、家をこれから建てたいなとか、はいはい、どうしたらいいのかなみたいな人が見てると思うんですけども、はい、あ、なるほど、やっぱり実際に家作り始めたら何からっていう人もいらっしゃると思うので、うんうん、まあね、最近はこう私もその隅っこの方で喋らせてもらってますけども、まあ、YouTube 等でこういろんな情報を取られるっていうことと、うん、まあ、でも最終的には家づくりで現場で決まるので、うん、まあ、やっぱりそれでこう発見してですね、ちょっと興味持ったなって言われたら、まあ、出向かれて実際建てられてる建物とか、はいはい、まあ、お住まいの方のなんて飾らないお話っていうのを聞かれるのが、まあ、最終的には一番、うん、ポイントになるかなとは思いますね。はい、なので、まあ、昔違って勉強できる時代になりましたもんね。そうですね。それがゆえに思うんですけど、はい、もうちょっとなんかこうありすぎて、あ、勉強する内容が、すごくこうなんていうんだろう、僕が言うとすごい生意気なんですけど、こうなんか頭がばっかりこう詰め込まれて大きくなって、そのことにそんなにこうこだわらんと、もうちょっとバランス、はい、確かに取られてもいいんじゃないかなと思う方もやっぱり時にいらっしゃるので、まあ、学ぶこといいことですけど、そうですよね、偏っちゃうと何か見逃すことはありますもんね。そうですね。だから、うん、できたら実際行動されて、うん、まあ、実際の家づくりの現場っていうのに触れられた方が、はいはいはい、知識ばっかり貯めてもなかなかこう混乱していくので、真剣になればなるほどそういう傾向あると思うので。あとは本当家打ち合わせするのめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。そうですよね、はい、その思い忘れちゃう人も結構多くなるんで、やっぱり選んでるのすごい楽しいんで、なんかそういうのと合わせてやってほしいですよね。なんか基本的な性能の話、はい、それとなんかいろいろ選んでいくののなんかハッピーな感じとか含めて家作り楽しんでいただけるといいかなというふうに僕も思いますね。まあ、そんな感じなんで、はい、ぜひ行動していただけたらと思います。そうですね、はい、今日いろいろお話を伺ってきたんですけども、60歳って結構あれですね、もう思ったよりいい年思ったより年ですから、はい、ですね、頑張っていただきたいなというふうに、はい、思います、はい、以上で終わります、はい、ありがとうございました。